今日は、はい、ダイソーに行ってね、はいはい、で2000円分この、うん、まあいろんなものを買ってきたんですけど、はい、これを何をやるか、はい、僕たち3名も分かって分かってください。なんでこれ買ったんですか？今ちょっとね、はい、コロナ禍で、そうなんですよ、うん、なんか祭りとかあんまりできてないさね。そうです、はい、ずっとできてないです ね。だからこの祭りの何、はい、雰囲気を味わいたいということで、うん、はい、で、もえこちゃんとまいこちゃんが2人なんか、はい、もっと屋台とか作ったりとかしてたら、本当そうなんですよね、なんかおうち居酒屋みたいな流行ってたんですよね、コロナ禍で最近流行ってて、はい、それをみんなが親子で一緒に、うん、ダイソーじゃないですか、ダイソーってみんなで、うん、なんて言うんですか、そうですね、身近でダイソーありますから、そう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 、を使って簡単に、はい、楽しいもの作ろうみたいな、そうですね、曲ですね。でこれもし、まあ、一応テーマとしては祭りで、はい、遊べるようなものを、うん、おのおの作ろうっていう話だけど、はい、うん、これを作ってでちょっと今、まあ、できるんだったらどっかの子供さんたちが遊べる施設とかに持って行ったりとかね、うん、そうですね、できたら嬉しいですね、でこれがちょっと難しければ自分たちで遊ぼうみたいな、うん、はい、うん、そんな企画になってます、はい、本当に本気で細かく作っていきましょう。はい、で今、時計の針がですね、はい、夜の12時ですね。はい、違います。やばいですね。17時半です。17時半です。やばいです。夕方なんですよ。ちょっと疲れたなぁ。はい、ちょっとじゃなくて、かなり疲れてます。朝から疲れてたよ。そうです。撮影があってですね。皆さん、はい、お昼から撮影が朝からあったので。1日あるんですね。そうですね。はい。です。おやすみなさい。おやすみなさい。頑張ります。頑張りましょう。何作ってるかあった方が、はい、家庭面白いですかね。あ、そうだね。もう言いますじゃん。言いますか、じゃあ。そうだね。じゃあ、一人だけ言っときます。あ、じゃあ、さっきもえこには内緒にしときます。どういう？あ、面白いね。私は、シャンプーです。お、もう分かるな、大体。いや、でも結構。もう完成されてるからな。いや、ちゃんと作るんで。はい、行きますよ。これは子供でも遊べるワニワニパニックを作ります。めっちゃ面白そうですね。だから思ったんですよ、これがもうワニみたいな、うん、そうだろう。でこれは、配線カバー使ってきて、でこっちにこう刺して、でこれでこうできるよ。おーすげえ。やろ、そんな職人みたいな。一人だけなんか、綱引きの人。カメラ回ってまだ10分なんですよ。そんな集中します。集中するの。本当に、マジでちゃんとやらないと。こんなのが。ナイス。何がない？テープの切れ目がないです。切れ目？始まりがないです。そして？はい。始まりもなければ、何もないです。何もないです。感覚研ぎ澄ましてる。これ何時までなるかな。ちょっと怖いね。これやばい。これ眠くなってきた。これ3時間かかりますよ、10時からだと。眠くなってきて。購入品紹介をしていきたいと思います。こちらが薄で排気口粘着抗菌フィルターのYouTuber ぐらいですかね。はい、これはあれです、普通のゴミとかまとめる時のテープの赤と、いろんな色あった方がいいですね、多分。テープみたいな、これですね。普通のボックスです。これも大きさ人によりますので、自分は大きいのを買ったんですけど、以上です。ドリンクは、これは紙パック。喉乾いた時用でしょ。そうなんです。これ100均で売ってる？売ってますよ、100均に。これダイソー売ってた？ダイソー売ってました。待て、これが必要なんです。これがこれがゴミが。なるほど、OK。はい、ではマイコの商品紹介に移りたいと思います。ですね、まずこれがクレヨンですね。でこのラケットのセットです。このラケットのセットで、これ弓矢のセットですね。でこれボールが何かを見切る10個入ってるのがあったんで、それを買って、ですね、紙コップ、紙コップとストローが、なんか直径6ミリのやつと直径4ミリのやつを買いました。
で、環境に優しい紙ですね。と割り箸2つと紙粘土で、あと跳ねるボールで、ゴムバンド、これとゴムですね。で、あとこのカナーゴムも使います。で、タコ糸と、あと袋とかですかね。次、純選手の購入品紹介です。ハリセンのカバーと、スリッパと、はい、で、なんかこんな気になりますね。で、これは何ですか？なんか見つけたから、へー、で、まあ、こういう感じかな、はい、で、これは普通にあのテープ欲しかったわけさ、はい、白いのなかったから、うん、これ俺ちょっとなんかラップ、あ、本当だ、自分でできるさ、はいはいはい、すごい、こんなの売ってるんですね。いろんなの売ってる。これがワニみたいな感じなんだけど、この配線のカバーをこうやるんだけど、ちょっとこっちね、こうやって貼るんだけど、こっちがあれだから、こう今切ってます。すげえ、そのこう、マジの職人技ですね。で、これをこうして、こうして、これもちょっともったいないから、こういう感じでテープ貼りますね。やばいだけで、ちょ、いけるんですか、こうやって。何してんの？切って、切ってます。何がたか？切って、切ってます。何がたか？ここがたいです。うわぁ。終わったね、はい、終わった。もう制作時間がどのくらい？今ですね、10時41分です。40分ですね。5時間が経ちました。そうなの、はい、5時間が経った、だいたい5時間ぐらいか。そうですね。じゃあ行きます。はい、そうですね、はい、もっと盛り上がってもらっていいですか？わーって来た、やばい。いや、もうじゃあ疲れたよ。や、私は射的ゲームを作りました。射的ゲームですね。まず最初にこっちからこうやってくじを引くんですよ。あ、いいですね、くじを引いて、はいはい、で14番、14番、うん、で、この紐に番号が書かれてるので、うん、14番あるじゃないですか。で、これを引くんですよ。まあ、いろいろ他にもあるんですけど、これもある、もう何でも、これも、あ、これ作って売ってもいいですし、運なんですよ。なるほど、運なんです。発想がなんか可愛いな。こうやってあります、こうやって打って、うん、打った後ろにこの番号、数字が書かれてるんですよ。これがポイントです。じゃあ、例えばマイク打った時に3ポイントってみんな覚えるじゃないですか、うん、だけど上をこうやって動かせれるんで、あ、分からないんですよ。分からんくできる。いいポイントかってないってことだ。何回でも楽しめる、うん、こんな感じでした。はい、ありがとうございます。もう一個はですね、もう、うん、なんていうんですか、クオリティ、見た目ではなくて、もう子供が好きなもの中心に考えております、はいはい、水好きだからな、子供。そうなんですよ、子供は水が好きなんですよ。もうまずこの、はいはい、どっかれの家庭にもある、棚、これな、棚で、最初これ
あれなんですよ、こういう風に貼ろうかなと思ってたんですけど、うんうん、簡単かなと思いまして、はい、あ、取るのか、ちょっと難易度、あえてもこう難易度上がると、まあまあ年齢によって ね、このちっちゃい子とかは、注射金シノマックス中金じゃないです、中金切ってるわけじゃないです、こっちから通行止めか違うんですでは年齢が高い子はまあこういうの挑戦してもらって、はいはい、ありがとうございました。いいね、はい、行きますか、行きましょう。俺のはもうこれさ、ワニワニパニックガルさ、ちょっとね、チョンガラを叩くっていうのはどうなのかっていうのもあるかもしれないんだけど、うん、ちゃんと敬意を払って、うん、あの棒じゃなくてこれ太鼓、おお、なるほど、なんかお前はみたいな感じさ、はいはいはい、それで叩くみたいな、すごい、ちょっと出しにくかった、おトン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 、危ない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 、勢いよすぎる、普通はこうやってね、そうそうそうこうやっていく、そう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 、これはあれ、チョンダラの頭、頭をこのなんかスポンジのバットがあってから、あー使ってましたね、そうそう、なるほど、本当にすごいです、はい、はい、あれから長い月日が経ち、はい、はい、でも本当にマジで結構時間、いや、でも結構時間経ちました、はい、で、まゆこちゃんの、はい、まあ、知り合いというか働いてるところの学童に来てるということで、はい、学童の名前は何ね、タクシー学童、タクシー学童、あっという間ですよね、タクシー学童、ちょっと不安になってきた、はい、こんな感じで並べてます、すごい、これあのマジで2ヶ月前とかに作ったもっとじゃん、もうめっちゃ9月、そうですね、約3ヶ月前に、もう夏終わってますよこれ本当です、夏終わって全然良くないですよ逆にね、夏を味わえるかもしれないです、また涼しいから、はい、ちょっとあの待機してもらってるんで来たら、まあ、早速ね、はい、子供たちと一緒にたくさん遊んでいきましょう、遊んでいきましょう、はい、ちょっとお待ちいたします、お待ちいたします、こんにちは、こんにちは、すごいんじゃないかな、何年生1年生、おお、じゃあ1年生こっちに並んでください、こんにちは、はい、はい、じゃあ今日はですね、はい、皆さんに、はい、僕たち、はい、沖縄チャンネルのメンバー3人が皆さんに遊んでもらうおもちゃを作ってきました、イエーイ、すげえ、こんだけでやってもらったらもうこれで終わりでいいんじゃない、なので今からこの、遊ぶおもちゃの説明をしていきます、はい、ワニワニパニックって知ってる人、すごい、ワニワニパニックみたいに、これはエイサーのチョンダラが出てきます、チョンチョンパニック、5回出した時に多く叩いたらすごいです、はい、じゃあいくよ、せーの、タンタ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 タン、あ、いやいや、純選手は5回中2回でした、はい、じゃあ次、見えるかな、こっち金魚すくいね、この金魚すくいはまずはサイコロを転がしてもらいます、はい、じゃあいくよ、せーの、はい、2になりました、なので2秒でこの金魚すくいを何か取らないといけないです、じゃあいくよ、超すごい、じゃあいくよ、せーの、1、2、3、はい、じゃあ続いて射的ゲーム、こっちにくじ引きがあります、はい、くじ引きを引いて、はい、いろんな番号があるんだけどね、はい、じゃあ数字が書いて、はい、10番、10個で、この中に10個取るってこと、10番ってあるから、その10番を探して、あった、10番、はい、で、中にたくさん投げるのが入ってるので、たくさんあります、その投げるのを引いて、で、こっちに並んでもらって、で、これを倒すわけ、倒します、倒します、そして、ボーン、ウィンウィンウィン、
純選手だけど、これが倒れました。痛い。かわいそうね。かわいそう。こっちの後ろに4番、4が あるから4点。これは4点。一番多く点数取った人がすごい、すごい、すごい。とにかくこの全部のゲームはすごい人を拍手しようというゲームです。はい、これで、まあ、みんな1回ずつやるからさ、1回ずつやるから好きなのからやっていこう。 OK。 はい、じゃあ、よーいと、どれでもいいよ。いけ、これからやるよ、これからやる、これからやる。じゃあ、これ5回やるよ。いくよ。てん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 。何回？1回。せーの。はい、じゃあ次、4年生、4年生行きましょう。じゃあ行くよ。いやいや、大変だ。デジャシが。はい、皆さん、あと10分後にじゃんけん大会もしますので、はい、おもちゃで遊ぶのはあと10分間です。
楽しい。楽しい。楽しい。でもあれが騒ぎすぎた。ジュン先生が面白い。面白い。楽しかったですか。あ、何が楽しかった？射的。射的。射的の人。射的が楽しかった人。ワニワニパニックの人。はい。めちゃくちゃパニックか。トンタンパニックの人、キングスクイの人、全部全部全部ありがとうありがとう。はい、皆さんどうでしたか。楽しかった。はい、今からね、はい、お菓子争奪じゃんけんをします。勝った人はそのまま立って、で負けた人は座ってください。アイコもね、アイコも座ってね。やだ、アイコも座ってください。じゃあ行くよ、みんな見とくからさ。姉ちゃん見とくよ、ちゃんと。いくよ、ピンチ切れてないよ。手上げてくれ、手上げてくれ。いくよ、がこっちに向かってから、せーのって言ったら、ステイヒャー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 。じゃあ練習しよう、練習、ステイヒャーね、練習しよう。いくよ、せーの、ステイヒャー。ありがとう。はい、来る動画がユタさんでチムレ、チャンネル登録、アンサーに高評価、ボタンユタサルグトゥウニゲーサビラ、せーの、